クラシックの最後を飾るのは菊花賞。舞台は淀の芝 3000m。 三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。このレースを制し世代最強の座につくのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のメリオーレム。ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。名将タグマル好スタートを切りました。アレグロボリランテ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくアレグロボリランテ行きました。続いて前へ行くのは名将タグマルアーバンシック。どうやら後方からの競馬、もう一度先頭からエコロバルツ先手を取りました。その後ろにアレグロボリランテ、アスクカヌオンモア、それに続いています。名将タグマル上がっていきました。少し離れてシュバルツクーゲル続いています。ダノンデサイドすぐ後ろ。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。この集団にミスター GT、 この位置にメリオーレム、並んで14番ピースワンデュック、コスモキランダ、そのうちに続いています。その外に早手の福之助、その後ろにノーブルスカイ、その隣にアドマイアテラ、その外からエレントール、内からはウエストガウ、すぐ後ろにアーバンシック。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。黄色の帽子湘南ラプンタ、その後ろしんがりからビザンチンドリーム、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。先頭は変わらず6番エコロバルツ、リードは1馬身から2馬身、これに続いてアレグロボリランテ、その後ろに名将タグマル。勝負どころ 3,4 コーナー中間、先頭は依然としてエコロバルツ、エコロバルツ後続を引き離す。2番手はアレグロボリランテ、名将タグマル3番手。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。エコロバルツ先頭、アレグロボリランテ続いています。名将タグマルその後ろ、アスクカムオンモアその後ろ、その外からはシュバルツクーゲン、その外からはダノンデサイド。さあいよいよ直線の攻防、先頭を行きますエコロバルツ、外からダノンデサイル、さあ先頭はダノンデサイル、残り 200m、 残りわずか、ゴール前最後の攻防、差が開いていきます。先頭はダノンデサイル、1着でゴール。2着はコスモキランダ、3番手にはエデントール、勝ったのはダノンデサイル、このレースを制したのはダノンデサイル。スタートしました。好スタートを決めたのはビザンチンドリーム、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくビザンチンドリーム行きました。続いて前へ行くのはエコロバルツ、さらにはシュバルツクーゲル、17番名将タグマル、その後ろエコロバルツ先手を取りました。ダノンデサイル、それに続いています。この位置にアスクカヌオンモア、アレグロボリランテすぐ後ろ、その外にメリオーレム、その後ろからはミスター GT、少し離れてコスモキランダ続いています。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない流れです。これに続くのがアドマイアテラ、外を通ってビースワンデュック、エレントール、この馬もこのグループ、その後ろに早手の福之助、内からはウエストガウ、外にはノーブルスカイ、この集団に湘南ラプンタ、最後方にアーバンシック、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、先頭に戻りましょう。6番エコロバルツ依然として先頭、その後ろにメリオーレム、隣にはミスター GT、 その隣に名将タグマル、大きく離れましたシュバルツクーゲル、アスクカヌオンモア、そのうちに続いています。ビザンチンドリーム、その前に進出、間が空いてコスモキランダ。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。さあ先頭は依然として6番エコロバルツ、ここで先頭が入れ替わりました。ミスター GT、 エコロバルツ2番手に控えました。メリオーレム3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。メリオーレム先頭、4コーナーカーブから直線コースに向きました。メリオーレム先頭、リードは2馬身から3馬身、ビザンチンドリーム懸命に足を伸ばす。
残り 200m、 一気に後続がやってきた。内から一気に名将たばる、メリオーレム先頭だ、メリオーレム、メリオーレム勝利です。2着は名将たばる、3番手にはダノンデサイル、勝ったのはメリオーレム、このレースを制したのはメリオーレム。スタートしました。各馬きれいに揃いました。先行争い何が行くでしょうか。シュバルツクーゲル前に行きそうです。エコロバルツそれに続いています。さらには名将たばる、10番ダノンデサイル、その後ろエコロバルツ先手を取りました。その後ろにアスクカムオンモア、この集団にアレグロブリランテ、コスモキランダ、それに続きます。その外からメリオーレム、ここにつけたのがピースワンデック、ノーブルスカイ、すぐ後ろ緑の帽子早手の福之助、その後ろ第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。この位置にミスター GT、 その後ろにエレントール、内からはアドマイアテラ、すぐ隣にウエストガウ、ここに湘南ラプンタ、その隣にビザンチングドリーム、最後方にアーバンシップ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。さて先頭に戻りましょう。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、6番エコロバルツ依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、少し開いて名将タバル、すぐ後ろにダノンデサイル、その後ろからはピースワンデック、アスクカムオンモア、そのうちに続いています。並んで3番アレグロボリランテ、外を通ってシュバルツクーゲル、外にはミスター GT、 さあ坂の上りから下りにかかって、前はエコロバルツ、エコロバルツさらにリードを広げます。2番手は名将タバル、ダノンデサイル3番手、後続集団も追い上げにかかります。エコロバルツこのままいけるでしょうか。間が空いて名将タバル、ダノンデサイル、その後ろピースワンデック続いています。アスクカムオンモア続いています。その外からはメリオーレム、さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭にエコロバルツ、外からピースワンデック、ダノンデサイル、ここで先頭に躍り出た。残り 200m を通過してピースワンデック先頭、ダノンデサイル並んでいます。ピースワンデック3頭ほぼ同時の入線です。これは大混戦、大激戦になりました。わずかにダノンデサイル体勢有利。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い何が行くんでしょうか。ダノンデサイル前に行きそうです。名将タバル、それに続いていますアーバンシップ、どうやら後ろからになりそうです。前に戻りましょう。エコロバルツ先手を取りました。その後ろにアレグロブリランテ、その隣にダノンデサイル、アスクカムオンモア、すぐ後ろ、その外から名将タバル、シュバルツクーゲル、そのうちに続いていますコスモキランダ、この馬もこのグループ、その外にメリオーレム、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。並んで14番ピースワンデック、ピンクの帽子ミスター GT、 その後ろこれに続くのがノーブルスカイ、この集団に早手の福之助、その横にビレントール、内からアドマイアテラ、すぐ後ろにウエストガウ、すぐ隣に湘南ラプンタ、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。内を通ってアーバンシップ、しんがりからビザンチンドリーム、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。依然として先頭は6番エコロバルツ、2馬身から3馬身のリード、少し開いてダノンデサイル、この位置に名将タバル、少し離れてアスクカムオンモア続いています。さあ京都競馬場3コーナーの坂を上り、さあ先頭は依然として6番エコロバルツ、エコロバルツ後続を引き離す。2番手は名将タバル、ダノンデサイル3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はエコロバルツ、間が空いて名将タバル、ダノンデサイル、その後ろ間が空いてメリオーレム、アレグロブリランテ続いています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。一番前には名将タバル、コスモキランダ、ここからが勝負どころ。残り 200m を通過して、ここで先頭変わってコスモキランダ、大外から一気にエデントール、コスモキランダ粘り込む、コスモキランダわずかにコスモキランダ体勢有利。各馬きれいに揃いました。どの馬が先頭に立つでしょうか。やはり予想通り花に立ったのはエコロバルツ、続いて名将タバル、
さらにはダノンデサイル、8番シュバルツクーゲン、その後ろ先手を取ったのはエコロバルツ、コスモキランダ、すぐ後ろその隣にアスクカムオンモア、アレグロボリランテ、それに続いています。外を通ってメリーオーレム、これに続いてピースワンデック、ここにノーブルスカイ、その外からミスター GT。 第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンドバイを通過します。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。並んで12番ハヤテの福之助、内からアドマイアテラ、その外にエデントール、内を通ってビザンチンドリーム、ウエストガウ、この馬もこのグループ、その横にアーバンシュ、最後方に湘南ラプンダ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から一気に先頭に立ちました。14番ピースワンデック、リードは1馬身から2馬身、その後ろからはエコロバルツ、この集団に名将タバル、少し間が空いてアスクカムオンモア、すぐ後ろにダノンデサイル、その後ろにシュバルツクーゲル、この位置にメリオーレム、ここにつけたのがハヤテの福之助、アレグロボリランテ、それに続きます。外にはミスター GT。 さあ京都競馬場3コーナーの坂を上り、前はピースワンデック、2番手はエコロバルツ、名将タバル3番手、後続集団も追い上げにかかります。ピースワンデックこのままいけるでしょうか。エコロバルツ続いています。名将タバル、その後ろ間が空いてアスクカムオンモア、その外からはメリオーレム、並んでダノンデサイル、その外からはハヤテの福之助。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭に立つのはピースワンデック、名将タバル、外から先頭に躍り出た。残り 200m を通過してアーバンシック、一気にねじ伏せる。アーバンシック、かわす。アーバンシック、強い強い。アーバンシック、圧勝ゴールイン。2番手にはダノンデサイル。アーバンシック見事このレースを制しました。